うわ遺跡、いやこれ速攻地下行こう、しかもリッチだし相手。まあ一旦まず箱開けます。これどうせリッチ多分遺跡で湧いてるでしょ中に。おいい出目がいい。なんか一瞬匂わせ信用したけど何。うわこれマジやばいぞ、動いてねえし大丈夫か。発電機早くない？あの人たちの。あ来た来た、明治ハンドはいい。なんか死ぬほど、え二回しってあんな早かったっけ。なんか工具箱がなんか使ってんの。あ待って、おじさんの中入ったくない。いきなり、いきなり緊迫した音出すのやめて。いきなりなんかこの世の終わりみたいな音鳴ってたよな。え、てか暗くない？あれこんな暗かったっけここ。え、なんか暗くね？いつもより。え、めっちゃ暗いんだけどこのマップ。ん？なんか前より見づらくなってね。これがダンジョン&ドラゴンズ。ん？だっけ？ダンドラ。俺の足首に早い。頑張れ。フェリックス回しきれるかそれ。いやなんか前より暗くなってる気する。あーやばすぎ、あそこに入ったから回んなくて、発電機ブロックで回んなくて、もうこれ回んなくて回んない。だからもう箱開けるしかない。あっ何の話、何の話、何の話、俺じゃないんだけど。アイオベクナー出ました、アイベク。あロッカーの一味のいいけど、いいんだけど、あこれ救助行ってくれてるよな多分。どうだろうこれ、これどうだろうこれ、そうしてるけど肉か。いやなんかこれ破滅あるしな、どうしよう。これ全部見るか、一旦出るか外。おいおいちょ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 、忙しい忙しい。あっ救助した、あ弾飛ばして絶対すぐ遺跡戻るんやな。あれこうでもあって、あれ破滅な、視野が遠い。ちょっとね、一回だけ開けさせて。これあげる。これあげる。俺ね、まだね、夢があんのよな。両方ともと欲しい。手と目。で、今、目手に入れたから、手が欲しい。アイベク出ました。なになに？死におかしくない？これ回ってんのか。見に行ってるの。これめっちゃ回ってるから回したいんだけどな。なんかあったらロッカーに逃げる。あれこれどっちだっけ、透明になれる方だっけ。アイベク同じけど、どこから撃ってる。針追われてたっぽいけど、分かんない分かんない、どこ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 。あーな中からか。えちょ、じゃあやっていい、あれじゃあやっていいかな。でも気になってるな、あの発電機。これ当たんない。えなんかブロック、んこれブロックしてるよね。あじゃあ起こしたのか板、優しくね。あれなんか板起こしてなかった今、優しくない？板使っていいよ。優しい、優しいヒラーかもしれん。フェリックス割れてんのやばいな。肉壁になっ
てあげ、いや、あそこに2体1もある。ここに板が1枚あったような気がしたけど、あったような気がしただけです、これ。あ、え、これ入ったとこぐらいか。弱っ。見られながら入った、弱っ。すぐ出ないとな。くそ、バープの方じゃねえから。びっくりしてた今。え、なんで一撃なの。入るとこも出るとこ見られてた今。そこいるぞ。これやってもらって、やっぱり俺は手が必要や。手の方で。いろんなとこがちょっとずつ回ってるわ。世界一弱かったね今。ちゃんとセルフケアしよう。ちゃんとセルフケアして、今度こそ、今度こそ使おう、うまく。スポーツロードしてこない。ちょっとさ、それそれやられたらもうないじゃん。逃げ逃げる場所ないじゃん。お、今度は早く出たぞ今。これね、入るとこ見られたら弱いです。気をつけましょう。マジで気をつけた方がいい。入るとこ見られたら終わり。びっくりした。セルフケアしてさ、ドヤ顔でさ出ようと思った今。ドヤ顔であそこからいい感じにさ、お、入ったろうと思ったらいきなりハディがトコトコトコって走ってきて、スンっていかれたもん。いや任せろ、次はまず有効活躍すっから。3度目の正直ある。ちなみに2回一撃してる今んとこ。ただこれ透明のやつ弱くね。手の方が強えじゃん。これちょっと掴まされたわ、悪い方。あ、ミミックだ、しかも。ちょもう使えねえしな、これ次に至っては。ありがとうございました。違う、これあれだ、持ってたからだ。最後までいらねえじゃん。なんか死ねえし。おちょ、先回復しようぜ。とりあえずな。多分奥側に通ってもありそうじゃない。ラグ、ラグくない。なんか俺今日めちゃくちゃピンいいよ。ちなみに、なんかさ、あれ、なんかミーさんの体なんかすごいカクカクしてない。俺なんかあれ、こんなポリゴンみたいな体だったっけ、人の体。なんかカクカクじゃない。あれ、ケイトは普通だった。なんかミーさんのなんかのっぺりしてない。あれ？
かすごい、なんかバーチャファイターみたいな膝してるけど、え、すごくない？これセガサタンだよね、これ多分。あ、治ったかも。あ、いやでもなんかあれ、俺なんか俺モバイルで見たこの感じ。これ DVD モバイルだ、すげえこの試合で一番面白いの見つけた。ミーさんが一番面白い。